でも二度とみんなと覚悟していたけど、でも星取る、多分彼は違う、多分じゃない、きっと彼はどうしてそんな姿を、どうしてアクルカなんかを、アク、本当にヤマトへの信仰はやめちまうんですかい。テスクルの王女が発した言葉です。容易に覆すわけにはいきません。こうなったのもお嬢の狙い通りですかい。何のことか。わざと怒らせるような言葉をぶつけて奮起させ、連中の団結を強めた、違いますかい。知らぬ。何年お嬢を見てきたと思ってるんです。我はテスクルの王女である。他国に組みしてテスクルの決定をたがえるような真似はせぬ。そういうことにしておきやしょうか。何にせよ、まあそろそろ感情を凍らせるのはやめましょうや。そんな無表情で泣かれたんじゃ怖くていけねえ。泣いて、あれ、泣いてなどおらぬ。目に埃が入った、それだけだ。我はテスクルのウィッツァルネ・ミテアの天使であるぞ。なことは関係ねえさ。ダチのため恨まれると承知の上でのお芝居、見事でしたぜ。ねえ大将。ここらでしばらく休憩にしやすか。そうですね。え、出て、腰と尻が痛え。しばらく眠り休んで、くれぐれもどこか行ったりしないよう頼みますぜ。私はこの辺りの見回りに行ってきます。でも私は、くっさー、目がしみる。な、何をするかな、クロウ。でもわかる、あれは絶対に寝たふりだ、クロウ。ベナヴィ、ミコト、これを。これって、フミリルから預かったものです。フミリルから、お行きなさい。でも私は、立ち止まる流れ、思い悩むとき、心の声に耳を傾け、あのお方の言葉です。こんなことをしたら、いくらベナヴィでも、最初からこうするつもりで、ベナヴィ、ごめんね。でもありがとう、行ってくるね。やはり巫女には笑顔が。やれやれ、やっと行ったかい。大きくなったと思ったが、
まだまだ世話の焼けるにしても我ながら強烈すぎたかね。ふう、もうくさ、何か悪いもんでも食ったかな。窓を開けて換気しねえと。あら、ちょ、開かない。ちょっと誰か開けてくんね。ていうか大将いるんでやしょ。大将、大将、開けてください。大将、開けてくれ。大将、大将。しばらくそのままでいてもらいます。大将、大将。追い返したら苦しいことになるのではということに気づいていないのか。というよりそれをどうにかするのがこちらの役目か。正常、よくぞ最後まで戦い抜かれました。一時はどうなることかと思いましたが。あれは相手の目を欺くための演技じゃ。本当ならちょちょいのちょいなのじゃが、すぐ勝ってしまっては興ざめというもの。相手に花を持たせてやるのも慈悲深き天使の務めじゃからな。さすがは正常、なんと気高き振る舞いであることか。そうじゃろ。もっと褒めてもよいのじゃぞ。あ、アンジュ様、動かないでください。うまくキス薬が。あ、いやいや、締めるのじゃ。もっと優しくなのじゃ。はい、これでいいですか。うむ、良い感じじゃ。いいなあ、うちもやってみたかったな。お姫様ばっかずるいえ。今さら何を言っておるのじゃ。よがどれだって。どうかしたのけ。なんでもないのじゃ。ここで世の観覧信仰を語ることはできない。世はちょちょいのちょいで勝ったのじゃからな。それにしてもまさかお姫様がこんな力を隠してたなんてな。あ、そうや、なんな、うちとやり合ってみいひん。はい。我ながらいい考えや。飛び散る血しぶき、痛みに歪む顔、切ったり切られたり、殴ったり殴られたり、それはもうとっても楽しいと思うんや。別には一向に構わんのじゃが、今日は疲れたからな。じゃあ明日。あ、そうじゃ、天使たるもの死闘などもてのほかだったのじゃ。残念じゃ、とても残念なのじゃ。そんな動かれては。あ、痛い。そうなのけ、がっかりにゃ。兄様、心配いらぬ。物資の件は何とかしてみせよう。はい。あ、いえ、それなのですけど、そうではなくて、オシトル様、お怪我の治療を。正常の方は。はい、擦り傷はいくつか見受けられましたが、頭への深い傷はありませんでした。骨折もありません。そうか、大事に至らなくてよかった。あれだけの打撃を受けて、その程度の軽傷と。ではオシトレ様、そちらに。顔に触れさせるのはまずい。いや、それがしは大したことはない。それがしにはウコンエ大将としての矜持がある。この程度で治療などという大げさな真似はできぬよ。ですが。何、唾でもつけておけば治るというもの。もうおしとる。おしとるも世に何か言うことがあるじゃろ。どうかしたのか。いえ、おしとる様の手当てをと思ったのですが。それはいかんぞ、オシトル。ちゃんと手当てをせねば、
怪我は後でどう影響するかわからんぞ。うむ、その通りじゃ。そなたの体はそなただけのものではないのじゃからな。くねくねしながら誤解されるようなことを言わないでもらいたい。猫ね、ね、そんな目で兄を見るな。違うから。何かあってからでは遅いのじゃぞ。ならばよし、褒美じゃ。ゆかじきじきに手当てして。あ、兄様の手当ては私がするのです。猫やん、手のぎやえ。お兄ちゃんを取られたくなくて必死なんやね。うむ、麗しき兄弟愛だな。うん、違うのです。何を言ってるのですか。猫やん、照れてる。確認終了。物資の確認終わりました。術が仕掛けられている痕跡はありませんでした。毒物の反応もありません。純然たる支援物資に間違いないかと。ご苦労だった。ならばかの国の行為存分に使わせていただくことにしよう。すごかったな、キュール。お花いっぱいでとっても綺麗だったぞ。キュール、ありがとうな。うん、喜んでくれたみたいでよかった。悪いね、気を使ってくれたんだろう。え？シノモンのやつ、ここに来てから元気なかったからな。いえ、別に、そういうわけでは。旦那がああなっちまって、姉子も国に帰っちまったからな。俺も何とかしたかったんだが、どうしていいものやら。大人の事情はいろいろあるでしょうが、でもシノノンちゃんは笑顔が一番だと思いますし。お前さん、なかなかに男をあげたじゃない。出会った頃は少々頼りなかったが、一皮抜けたっていうのか。そうでしょうか。そう言われるとなんだかくすぐったいというか。まあそれはともかく、よかったのか。あの場所はとっておきだったんじゃないのかい。いえ、そんな、別にいつか猫ねさんととか考えてたわけじゃ。そうかい。キュール、人生諦めることも必要だぞ。だが安心しろ、もし振られたらシノノンが慰めてやる。だから思う存分振られてこいな。シノノンちゃん、言ってる意味分かってるのかな。よし、うちまで競争だ。行くぞキュール。おお、シノノンちゃん、そんな走ると危ないよ。やれやれ、気遣う相手を間違ってるじゃねえ。いろいろと気遣いができるのに、好きな女にはどう接していいかわからないとか、器用なのか不器用なのか、ま、言ってやらねえがねえ。父親ってのは、可愛い女のためなら脱ぎ染む神にもなるって昔から言うしな。許せよ。あれ、誰だろう。え？あの岩陰、誰か門の方を伺ってるように見えます。お寮、姉子。え、フオンさん、どうして。その何はともあれよかった、またお会いすることができたなんて。みんなも喜びます。さあ城内へ参りましょう。そうなんだけど。わあ、姉が帰ってきたか。いつ戻ってきた。シノノ、言いつけ通りいい子にしてたぞ。私はそのあれから。わかってる、何も言うな。シノノ、きっと
は圧が悪くて戻りたくても戻れないに違いない、だから気がつかないふりしてやるのが優しさだ。そう父ちゃんが言ってたからな。ヤクトワルト、ヤクトワルト、何をしてる。みんなのとこに行くぞ。待て、シノノ。やれやれ、からかったつもりじゃなかったんだが、シノノンのやつ、俺に似て物覚えがいいからな。あの、やはり子供には何でもざっくばらんに話さない方がですね。あ、いや、そんなことよりクオンさんですよ。まさか、まさか戻ってきてくれるなんて。何にせよ、また面白いことになりそうじゃない。シノン、何かあったのか。聞こえる、定めの歌。すべては大いなる意志のままに。わーい、帰ってきたぞ。姉子が帰ってきたぞ。姉子と、まさか。シノの、待ってってば。どうだ、姉子だぞ。姉子が帰ってきたぞ。な、姉様、クオン様。軽いな。もう少しこう、何かないのか。そうけ、クオンハンはちょっと実家に里帰りしてただけやもん。すぐに戻ってくるって思ってたしな。あたい、うん、それもそうか。何にせよ、よく戻ってくれた。クオンがいてくれるのは力強い。それを言うなら心強いかと。そうだ、そうとも言う。しかし、どうせならもう少し早く帰ってくればよかったもの。正常の素晴らしきお姿をその目に留めることができなかったとは、まことに残念極まりない。ノスリ、ふふん、久しいのじゃ。そなたが送ってくれた薬でこの通りすっかり元気になった。礼を言うぞ。そなたにも見せてやりたかったぞ、世の無双な姿を。アンジュ、みんな何も言わないんだ、何も聞かないんだ。何を聞けと。事情が事情だ。ハクと一番付き合いが深かったのはお前だ。そのハクがああなってしまったとなれば、正気でいられなかったのは無理ないこと。なのに、どうして責められる。猫ね。猫やんな。きっと、どうしていいか、わからないんよ。そうだな、いろいろとあった。なんやかんや言ってもハクに心を許してたからな。クオンにいてほしかったんだろう。なに、心配するな。あの子は賢い。きっとすぐに分かってくれる。そうなのかな。う
ちはちょっと猫や慰めてくれ。ごめん、お願い。私、お茶を入れてきます。待っててください。とっておきなんですから。一緒にいた頃と何も変わっていない。しばらく離れていたのが嘘みたいだ。おしとる。何を話したらいい。クオンが帰ってきてくれた。何か話さなくては。あのね、よく戻ってきてくれた。何か言おうとしたか。ううん、何でも続けて。では、おい、しまった。何を言うつもりだった。こんな時に限って。主様、そろそろ。主様、どうしてその子たちが。おひいさん、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。どうしてその子たちがそばにいるかな。ああ、これは主様の遺言、オシトル様に仕えるよう言われましたので。よも驚いたが、それだけオシトルの徳が高かったのじゃろう。いえ、それだけこの二人の思いが強かったのかと。ほう、そうなのかな。なんとか納得してくれたみたいだな。とにかく積もる話は後じゃ。まずは宴を開かねば。世を救ってくれた者をいつまでもこのような場所に立たせておく気はないぞ。皆の者、宴の支度じゃ。今宵は無礼講じゃぞ。すべてはヤマトの安寧のためだ。ことと場合によっては貴様にも協力してもらう。承知しました。せいぜい期待させてもらうぞ。せっかくご来訪いただいたのですから、お茶でも入れさせましょう。客間を用意させますので少々お待ちを。ここでいい。それより、それが例のものか。ええ、未完成なので物になるかは分かりませんが。相変わらず趣味の悪いことだ。俺でもここまではせぬ。いえ、研究なのですが。褒め言葉と取っておきますと、第一、これを使えるように依頼してきたのはあなたではありませんか。でなければこのように。そういうことにしておいてやろう。